が熱望して、はいはい、欲しがってくれたので、はいはい、私たちも出れるようになって、はい、結果出さないといけないし、出したいって思いはありながらも、思うような形で点が取れなかったりとか、はい、もちろんパフォーマンスがある程度外されるのがこの世界だと思うので、そこで外されたりして、こう、まあ、そこのもどかしさとかっていう部分があった中で、まあ、この夏に藤枝から、移籍の話をいただいて、こう対戦してて藤枝は非常に面白いサッカーをしてるっていうのもありましたし、何よりもその時に監督が熱望して、こう欲しがってくれたので、そこだったんですね、もうそこがやっぱこう、